日本語版ならではの面白さだとか、まあ、もちろんこう理解しやすさっていう部分があるなっていうのをすごく強く感じましたね、えー、そしてまあ個人的にはですけどもあのこうやって劇場を公開される重要なキャラクターであのオーディションに合格したのがこの今回のコンラッド役が初めてだったのでなんかそういう意味でも自分の演じるキャラクターが物語にすごくこう関わってたくさんセリフを喋ってるっていうのが なんか感慨深くありましたし、改めてこう素敵な作品に関わらせていただいたなって感じましたね。ジ、はい、さんでもオーディションがあるんですね。もちろんです。もうほとんどオーディションですね。なので、もう本当に自分にとって記念すべき作品になりました。今回は僕だってオーディションだったんだぜ。<laughs> 小沢さんもはい、オーディションだったんだぜ。 ささんはいかかがでしたか苦労された点で。したた苦労れ点そうです、ね、あのまあコンラッドを演じるハリス・ディキンソンさんが、まあ、長身でそしてこう肉体美も披露されてるんですけども本当に筋肉質でムキムキでっていうのもあって僕も普段のその自分のトーンよりもちょっと落としてその体格に近いような声質をイメージしつつではありましたけども、まあ、それ以上に貴族ということもあって、えー、振る舞い佇たずまいというものがすごく上品で。 ありつつ同時に内に秘める情熱だとか 若さゆえのおちょっとこう危うさみたいなところがキャラクターの特徴でもあるのでその両立を意識しましまたね今年はあの朗読劇の本番がまさにクリスマスにあるのでもうめちゃくちゃ緊張しているタイミングだとは思いますけれども朗読劇も楽しみにしていただきつつやっぱりここは「キングスマンファーストエージェント」うん、ぜひ、ね、劇場でご覧いただきたいだと思います、はい、よろししくお願いします。ないない